ラジオタンブラーの隠れ家表部屋。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブラーです。はい、今週のラジオですね、始めていきたいと思います。本日が、2020年の10月の25日日曜日ですね。はい、ラジオの方始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いや、急激に寒くなってまいりました。はい、まあ10月もね、もう終わり、頃なんで、まあまあしゃあないかなって、いやしゃあないかなっていう感じの時期になってきましたが、はい、ということで、急激に寒くなってきましたんでね、まあご覧いただいている方も、体調の方には気をつけていただければというね、ふうに思います。まあそういう感じの季節になってまいりました。で、僕自身はどうなのかっていう話なんですけど、今週にはね、もう完全に良くなりまして、ただまあこういう季節なもんですから、もう一回また体調崩したりとかしないようにね、気をつけたいというふうに思いますが、まあ先週ぐらいの時点はね、まだ病み上がりぐらいで、本当まあ長くこう長引いてね、非常にこう立ちが悪いウイルスだったんでしょうね。まあコロナウイルスじゃなかなければいい、良かったんですよ。まあもうね、もう治っちゃったんでね、何とも言えないんですけど、なんだかよくわかんないんですが、まあでも何度ね、もう単なる風邪じゃないぐらい本当に立ち悪い、なんかウイルスの感染だったんだろうとね、いうふうに思いますけど、まあ長引いたんですが、まあまあようやく、完全に復帰しましたということで、まあ今週以降ぐらいからですね、いろいろとバリバリと、またやっていきたいというふうに思いますが、まあとりあえず裏でね、止まっている作業がいっぱいあるんで、しばらくはコツコツとちょっとその辺のね、ストックためとかっていうのをこうやっていくっていうようなことになりますので、まあバリバリやるって言ってもですね、まああんまりまだすぐ表側にね、実況の動画がこういっぱい投稿されたりとか、まあサブチャンネルの動画とかも含めですけど、まあ投稿されたりとかですね、まあブログの記事いっぱい書いたりとかっていうような形で、まあすぐに目に見える形では反映してこないというふうに思いますけども、ちょっと裏で、溜まってることをね、コツコツとちょっと消化しながらですね、新しいことをちょっと始める前の下準備みたいなのをこう溜めておきたいというふうに思っているところです。はい。で、今週のラジオはですね、ちょっとこの後予定があるもんですから、早めに、まとめていきたいというふうに思います。僕の配信関係の話だけになりますが、まずですね、動画投稿の話については、まあ、そうですね。メインチャンネルの方についてはね、継続してやってる内容だけですんで、特に話すことがありませんで、で、サブチャンネルの方についてなんですけど、ちょうどですね、サブチャンネルの方でやってる、シビライゼーション6の動画ですね。まあ今ね、サブチャンネルの方も、メインと同様にですね、シビライゼーション6でゲームだけしか、ちょっと投稿できてないんですけどね。ただ、まあ、もうしばらくすると、もしかしたらね、久方ぶりの他のゲームとかっていうのも、出てくるかもしれません。というのもね、10月末、11月ぐらいになるとね、結構ね、まあ、僕の、やるゲームとして該当するようなね、ジャンルで、割とこう、良さそうなゲームっていうのが、またいくつか出るもんですから、そういうことでね、結構まあ、ブログで書くゲームのやつとかも、もう少し新しいラインナップが入ってきつつ、で、まあ、タイミングが合えばですね、プレイ動画で、またサブチャンネルの方で、上げるような動画の種類とかっても、もしかしたら、そろそろ増えてくるかもしれません。で、これ前も少し話したんですけど、サブチャンネルの方もですね、ある意味こうサブチャンネルの方をこうメインチャンネル以上にですね、これまではシビライゼーション6やる前ぐらいまでですかね、は本当にこうざっくばらんにいろんなこうゲームをですね、しっちゃがめっちゃがにこう動画投稿してたっていう感じだったんですね。まあ僕自身がまあ結構インディーのゲームから有名なゲームまで含めてこう、もうとにかく広く浅くでいろんなゲームをやるっていう感じのこうゲーマーだったんでね、もともとが。なのでまあそういうこともあってですね、いろんなゲームを上げてたんですが、まあさすがにそろそろもうちょっと落ち着いてやる内容を統一していこうということで、いうふうにこう方針変えました。だからまあ
一回前にね、ラジオで話したんですけど、別にメインチャンネルのゲーム実況動画だけではなくて、サブチャンネルのゲームプレイ動画、あるいはまあ、それとまあ、結構連動してるような形にもなってたりすることもありますが、まあ、ブログで、紹介するゲームの、内容とかもですね、僕今もう全部、やるゲームの、テーマっていうのは統一をしています。日本が、何らかの形で、まあ、広い意味でですね、まあ、和風のゲームとか、いろんな広い意味でですけど、まあ、なんか関係してくるようなゲームっていうのには、なるんですけど、まあ、そういうようなジャンルに、限定をしています。はい。なので、サブチャンネルでね、上げる動画とかっていうのも、まあ、もしかしたら今後、種類増えてくるかもしれませんけど、一応テーマとしては、和風のゲームとか、何らかの形でね、まあ、シビライゼーションとかもそうですけど、まあ、日本っていう要素が、そのゲームの中に登場するようなものとかね、そういうようなものを、ゲームとしては取り扱って、で、まあ、どういうようなね、動画を、そっからやっていくかっていうのも、まあ、なるだけ、その中に登場する日本的な要素っていうのを、こう、強く、こう、出していくっていうような感じの、こう、こだわった動画みたいなのを、こう、出していくというような形になると思います。昔はですね、結構その、攻略のね、情報とかっていうのは結構、ブログとかでも書いてたりするんで、まあそういうなんていうか、お役立ち動画っていうんですかね。まあそういうようなやつとかっても結構多かったんですけど、まあもうそれちょっとね、まあやってる方も多いだろうし、そういうのね。まあ、自分なりの個性っていうことで少し、変えようということで、まあ今はあんまりですね、原稿をやってて、シビライゼーション6のプレイ動画シリーズとかも含めなんですけど、まああんまりなんていうかな、こう、情報としてね、参考になるとかっていう風にたまに言っていただく方もありがたいことにいまして、まあそういう方は本当にそれはそれで参考にしていただけるんであれば、それはそれでありがたい限りなんですけど、まあああくまでもね、そんなその参考になるような動画っていうのをこう上げるっていうのがメインで、今はもうやっていませんで、まあ僕のこう趣味全開の、動画とかどんどん上げていく、形で、まあ、趣味が合う方はね、見ていただければっていうような形になっているんですが、あ、そう、それで話それました。で、それでですね、サブチャンネルの、方の話なんですけど、ちょうどまあ、今、そんなこんなで話に上がっていました、シビライゼーション6ですね。今、シビライゼーション6しか、サブチャンネルの方も動画上げてないんですけど、原稿やってる、エチオピアの、秘密結社モードっていうね、モードのプレイがあるんですが、これについて今週最終回まで、エンディングまで収録が終わりました。はい、お疲れ様でしたということで、終わりました。まあ、だいぶまだですね、先長いですけど、まあ、じっくりとね、ブログの記事書きながらっていう形なのでね、まあどうしてもある程度のこうお時間いただく形になると思いますが、まあ最終回までですね、取り終えましたんで、まあじっくりとブログの記事とかと合わせながらですね、動画の方を投稿して、いく予定でおりますんで、まあご視聴いただいている方はですね、サブチャンネルの方ね、最終回までチェックで上げていくということになると思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。いや、本当にね、まあ最終回までね、撮り終えたんですけど、そうですね。いや、過去最高の出来だと思うな。過去最高くらいだと思う。まあ、少なくとも、秘密結社モードっていうね、最近新しく、やや最近ですね。新しく入った、ゲームモード込みの、プレイで言えばですね、裏でやってるというか、個人的に配信と関係なくやってるやつとかも全部含めて自分の全プレイ中で、トップですね。間違いなく最高のこう完成度になったと。いうふうに思いますんで、まあ結構満足してます。まあこれだったらね、まあいい、なんていうかな、まあコンセプト的にもっていうのも含めてですけどね、コンセプト的にもなかなか、和風プレイということで、なかなか、うまくやることができたかなというふうに思いますし、ゲームのね、
あの、全体的な出来栄えとしてもなかなかうまくいったかなというふうに思ってますんで、結構自分の中での満足度は高いです。はい。ということで、とりあえずね、しばらくは、次以降いろいろとまた発信していくことのね、下準備をしないといけないということもありますんで、とりあえず、最終回までですね、動画の記事書いたりとかっていうのをこうコツコツとやっていくっていうことをしばらくやっていこうというふうに思っています。で、まあ、その間に、暇を見て、ゲームのプレイとしてはね、次以降の、シビライゼーション6のプレイ動画のようなやつっていうのも、実はもう収録し始めているんで、まあ、最終回までね、とりあえず動画の方のね、方完成してきたらですね、また、アップロードはね、何日かに一遍ぐらいのペースでアップしていくことになると思いますし、最終回までかなりまだ先長いです。今、現行どこぐらいまでアップしてるかな？多分、確か中世ぐらいまでだったと思うんですけど、まあ、まだまだね、先、長いんで、まあ、動画の方出来上がってきたらですね、うん、まあ、それ上げながら、並行して、他の動画、シビライゼーション6の、別の、また動画であったりとか、まあ、もしかしたらその頃とかにね、新しいなんかゲーム、やってればですね、そういうやつとかも並行して混ざってくるかもしれませんが、まあ、また並行して他のやつとかも上げていくかもしれませんけど、はい。そんな形で動画投稿していこうかなというふうに思っています。ということですね。はい。で、あと一応まあ、その一個前にですね、やっていた、マヤ文明の、まあ、同じような企画のですね、やつがありまして、で、マヤ文明のやつね、途中でそのゲームのバグによって進行不可能になってしまって、止まっていたっていうことで、止めてたんですけど、今週ちょうどシビライゼーション6の無料アップデートがありまして、で、これもう最後のチャンスぐらいのつもりで、まあ、見てみたんですが、結局、途中のね、その時のセーブデータ、直りませんでした。はい。なので、もうこれについては完全に、無理だろうということで、今週、もう覚悟を決めまして、これはもう諦めるしかないな、ということにさせていただきたいな、というふうに思います。はい。なので、もうセーブデータもですね、もうこれ消してしまおうということで、もう途中で、このシリーズについてはもう終わりと。いうことにさせていただきます。はい。すいませんでした。まあ、僕のミスじゃないんでね、あれなんですけど、まあ具体的にはですね、どういう感じのバグだったかっていうと、こう民間ユニットが表示されなくなっちゃってですね、作成画面で、労働者とか開拓者とかそういうですね、民間ユニットが表示されなくなっちゃったんですよ。でもそうなるともう全然なんてゲームにならないっていうかね、まあ、ああいう感じで、だいたいアップロードしてるところまでぐらいで、かなりゲームの方うまくできてたんで、もうこの時点でかなり価値格に近いぐらい、いい完成度かなっていう、ところまでは行っていたんでね、まああれはあれで、最後までできていれば、なかなか、こう、いい感じに仕上がっていたかもしれないなっていうふうに思っていたところなんで、まあ残念な限りなんですけど、まあ仕方ないですね。バグで、治りませんでしたんで、まあこれについては、涙を飲む形になったんですが、まあ、その代わりにというかね、今回の今、やってるエチオピアについてはですね、最終回まで取り終えましたんで、これはもう、最終回までですね、アップしていくことができるということになります。はい。ということで、配信関係の話、今週のラジオはですね、ちょっと手短に、この辺にしたいと思いますが、そのような形になります。とりあえず、コツコツと、ストックをね、また以前みたいにですね、動画のストックとか、ブログの記事のストックとかって、のがですね、常に、まあ、7、8個ぐらいとかかな、まあ、余裕があるような状態にできるといいなというふうに思いながら今準備してます。まあ、そうするとですね、不意に体調不良とかで、活動できる内容っていうのは止まったりとかですね、そういうようなことがあったりとかしても、配信継続できますし、まあ、そのぐらいストックに余裕があるとですね、それ上げている間に、まあ、裏で新しい、企画とかね、何か、やっていこうとかっていう、新しいこととかってもね、始めやすくなるんで、まあ、そのぐらいまでちょっと、コツコツと、いろいろとこう、貯めて、ながらですね、それやりながら、
まあ、平常運転でね、やってるような、配信の内容についてはですね、やっていくというような形で、とりあえず、10月末ですが、11月半ばぐらいまではですね、そんな感じで、配信のね、活動をしていこうかなというふうに思っています。はい。ということで、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。また、次週のラジオでお会いしましょう。